はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、こちら僕が以前紹介したスマート G、 あのハリオのね、新しい電動コーヒーミル、こいつの、気づいた点を話していこうかなと思います。あの動画で、結構ねがっつりやったんですけれども、使い始めて、今数日、しばらく使ってみて、ちょっとねあの動画じゃ気づかなかった新しい面とかも見えてきたんで、ちょっとゆっくり喋ろうかなと思うんですけれども。とりあえず今これ、あえて、使い終わった後どっちも、洗わずに、今皆さんにお見せしております。使い終わった後こんな感じで汚れるんで、とりあえず、こいつらはやっぱ洗った方がいいですね。どっちも。グレーと、ホワイトっつが透明なやつだけど、手引きのミルの中でも、木製のやつ、クラシックミルとかさ、よりも結構目立つんだよね、やっぱ汚れが。コーヒーミルって、電動ミルもそうなんだけど、そこまでめちゃめちゃ毎日洗わなくてもいいかなって僕は思っていて、そんなね問題ないと思うんだけど、見た感じちょっとあんまよろしくないじゃんこれね。だから僕結構ねまめに洗ってるんだけどさ、使い終わった後、そういう点もやっぱあるかな。グレーだから目立たないかなと思ったけど、やっぱりそれでもね結構なんか汚れてる感じはあるし。で、そう、洗うときですよ。コーヒーミル、ミルし終わって、洗いますよね。で、これ、薄式になってるから、薄外しますよね。こいつがですね、まず外すときですね、生放送でチラーっと映ったと思うんだけど、僕、これ、ハンドルをつけて、ネジを操作してたんですよ。セラミックスリムの場合はね、割とこのままでも、ネジ、調節簡単なんだけど、スマート G はね結構硬い、よく言えば物がしっかりしてるっていうね、ことなんですけれども、ちょっとこっちのね不安定なところを抑えながらここをひねるのが結構結構難しいので、特に締める時とかは僕はこのハンドルを、いつも使ってますね。でこうすればしっかり持てるし安定して外せるしっていうことで、いくつだっけ、 1,2,3、 あ、そうだ、これね、はめてやらなきゃ。ちょっとここつかみづらいからね、ちゃんとはめてネジの調整はした方がいいですね。はい、締めて安定させた上で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、さらに、このセラミックスリムとの違いですね、これも外してもらったら一目も瞭然なんですけれども、こっちがスマート G で、こっちがセラミックスリム。パーツが1個少ないよね。これなんでかって、機構自体は同じなんですよ。要は、こいつがいないよね。スマート G の方には。で、これがいない理由っていうのが、ここにはまってるからなんですよ。この中にね、薄のこう、受けの部分っていうのかな。固定されてしまっていて、外れないようになってるんですよ。で、これによって何が違うかって、まず僕気づいたのが、洗うときですね。洗うときに、ちょっと洗いづらいよね。で、それで最初に、デメリットの方を気づいたから、なんだ、外れねえ、これ、マジかと思ったのよ。ちょっと洗いづらいけど、いいか、な感じだったんだよね。でも、その点って、セラミックスリムと比べると、ちょっと快悪なんじゃないかなって思ったりとかもして、って、もやもやしてたんだけど、よく考えたら、このセラミックスリムの、逆に弱点だったんだよね、これまで。この、要は受けの部分固定して、この使うモードにして、薄とね全部もうはめ込んで、これ雨を引くってなった時にセラミックスリムはネジで全てを固定してるんですよ。言ってること分かります？スマート G はこの本体に受けのところをくっつけておいて、この薄だけをネジで固定してるんですよ。だけどセラミックスリムはこっち、この薄も受けも全てをひとまとめにしているから、要は何が起きるかって、豆がこう落ちていって、こう、薄と受けの部分を間を通過していきますよね。その時にムラが生まれるんですよ、要は。なんて言ったらいいかな、わかるかな、これ。結構ほんと微妙なところなんだけどさ。はい、これちょっと結構緩めました。この状態で、見せるとわかりやすいかな。この、隙間を、要は豆が通過していくんだよね。だけど、これ、わかります？ほら。ほら、
上の受けの部分が結構ガコガコしてんのよ。固定されていないから落ちてくんのね。こうなるとやっぱ固定されてるものと比べてムラは生まれやすいよね。通過する豆の大きさに応じて、あの要は結構ぐらつくわけだから、跳ね上がったりこう落ちたりとか結構多分揺れると思うのよ。まあ今までねセラミックスのずっと使っていて、まあそこまでめちゃめちゃすごいあのムラがあるわけでもなかったから、あの許容範囲だとは思うんだけど、やっぱ比較すると、いや要はこっちが良くなってんだよ、固定されたことによって。でここを考えたら、まあ、まあ多少洗いにくくなったこと、まあ別にこっちのメリットと比べたらまあいいと思うし、さっき洗いにくいって言ったけど、なんだろう、洗いにくいってほどでもない。まあ言うてしまったら、だからちょっとなんでわざわざ固定したの、ちょっと余計じゃんみたいなくらいに思ったんですよ、うん、だけどちゃんとした理由があった。固定されたことによって、要はネジでね、あの薄が固定されだけになって、こうすっげえ微妙なニュアンスなんだけど、まあ多分手引きミール使ったことある人、特にこのセラミックスリムをね使ったことある人はよくわかると思います。これはね、うん、あの後から気づいた、よかったこれは、うん。で、あと、まあ、一つは、生放送でもちょっと話したけど、まあ、販売形態ですね。絶対このスマート G、先に発売されてたこの本体だけを購入してる人っていっぱいいるし、これを電動化させたいなって思った時に、このね、ハンディコーヒーグラインダーの、こっちの拡張パーツの方っていうのかな、を買い替えしたい人いると思うんですよ。これ単体での販売を絶対するべき。うん。しなかったらちょっとおかしいと思う。どう考えても今んとこね、まあ、セット売りしかこれされていないし、これとこれとしかないから、うん、まあ今後ね展開に期待したいところですけれども、はい、まあそんなところですかね、とりあえずは、うん、つかみ心地の面ではまあどっちもいいしね、この丸いやつ、このくびれくびれをキュッとつかむのもいいし、この角張った感じをより掴みやすくなったし、このシリコンのねバンドがね意外にいいね。これただの固定用だと思うんだけど、このハンドルの、うん、それ以外にもこうグリップ感っていう面でいい味出してる、うん、まあどっちもやっぱいいですね、すごく、うん、これから使っていきたいなって思わせてくれるミールですね。あ、まあ正直ね、ちょっとこの機能というか機構、ウスの浮きを止めてくれる部分をセラミックスリムに今からでも導入すればいいんじゃないかなってのは正直思うんだけどね。まあでもそこはこれ前に出たやつだし、でこれを新型として今売り出してるから、まあ多分な、要はさ、カリタさんのナイスカットミルが終わってネクスト G とかナイスカット G が出たように、多分もう切り替わっていくんだろうね。おそらくそのうち出なくなるんじゃないかな、多分だけどね。ということで、まあそこを期待するのはちょっとまあ難しいかなと思いますので、まあ、やっぱ若干このセラミックスリムと比べたらちょっと高くはなりますが、このスマート G ね、まあその今の気候の面と、まあ、メリットと、あとはこいつに発展させていけるっていう可能性をまあ加味して考えるのであれば、まあ、ちょっと割高になったのはまあありかなって思いました。はい、というわけで、まあそんなわけで今日のカズマックスの、サブチャンネル、改めて、まあ、スマート G をしばらく使って、気づいた点のまとめでございました。まあ、これからも多分ちょこちょこ出てくると思うんで、こういう動画もまた連発すると思うわ。で、気になることあったら皆様もしよろしければ教えてください。あと一つ忘れてた、ハンドルですね。これ高低差もあったり、こうくねって曲がってるこのハンドルとこのストレートハンドルでやっぱ回し心地は違います。だけどどっちもいいっすね。別にあのどっちがいいとか悪いとかではない、ちょっと好みの違いかな。だから実店舗とかでやっぱ触るのが、まあ、やっぱコーヒー器具で一番いいよね、なんだかんだね。で今は結構京都ロフトとか東急ハンズとか、まあ、僕の周りでもね結構触れるとこ増えてるし、うん、まあだんだんねちょっとコーヒー広まってきてる感じはするよね。うん、まあサードウェブ効果もあるのかな。なんかだんだん壁ブーム来てる気がするので、まあこれからね、もっとこう、あ、これもね、ちょっといい燃料になると思うんで、燃え盛って、ブーム燃え盛って言ってくれたら嬉しいですね、コーヒーブーム。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーサブチャンネルじゃなかった、なんだっけ。最後に閉まらんな。はい、サブチャンネルでございました。はい、また次回お会いしましょう。じゃあねー。